じゃあ次の予想行きましょうか。はい、次の予想。次の予想。2022年実写化する作品は？実写化ね。実写化ね。実写化ね。貴重な棒を持つ猫とかの実写化だったら最高なんですけどね。貴重な棒を持つ猫。隅っこ暮らしの実写化とかね、モルカーの実写化とかね。まあでもこれかな。実写化する作品予想はこちらです。じゃじゃん、奥の細道です。松尾芭蕉さんがいろんなところに行って歌を読んで行ったよみたいなお話ですよね。まあ、旅番組みたいな感じになりつつ、そのいろんなところの名所も巡りつつ、でそこのここの場所に行ってこれを読んだみたいなのの教養にもなるし、その今現在とその過去、これは過去だよね、過去のことですもんね。だから今はこういう風になってるみたいなのの比較もできるし、でも今は景色こうなっちゃってるけど、もう変わっちゃってね、こうなっちゃってるけど、あの頃読んだこの歌のその雰囲気がまだ残ってますねみたいな、そんな感じのもなんか感じられるのめっちゃ良くないですか。もしやるとしたら監督誰とか主演誰とか。でもなんか一番パッて思い浮かんだのはあの人、松田龍平さん。松田龍平が松尾芭蕉役、はい、松田龍平さんですよね、あの散歩する侵略者。それの雰囲気が近かったってことですか。なんだろう、なんか分かんないですけど、松尾芭蕉の格好が似合いそう。監督は黒沢清監督。黒沢清監督だとなんかまたちょっと半透明のなんかところからこうなんか暗いなんかそういうのみたいな風になっちゃったらちょっとあれだから、なんだろう、監督さんは是枝裕和監督でリリー・フランキー主演とかもなんか見えますか。あ、確かにリリー・フランキーさんもいいな。自然をきれいに撮ってくれる監督です。あと阿弥陀堂だより撮ってた監督、小泉隆監督ですね。ああ撮ってほしいな小泉隆監督。雨上がる、博士の愛した数式、めちゃめちゃ良くないですか映画。いやでもなんだろうな、もうちょっとでも身近でもいいかも、その映り方が。奥の細道だから毎日見る景色っていうよりかは本当にこうなんだろう、自撮りでも紙ショットみたいなのあるじゃないですか、その自然の大自然の中でもより紙ショットみたいな。でもそっちの方がいいのかな、奥の細道。まあここで迷ってても確かに今年中に実写化すると、まあ、発表されると公開されるのかどうか。でもなんで奥の細道になったかっていうと、その今アニメで平家物語やってますよね、はいはい、平家物語今アニメーションでやってるし、でなんかちょっとにぎわってるじゃないですか、すごいぞいいぞみたいな感じで、だからこう昔の作品をまたやるみたいな。なるほど、ちょっとそういう流れがある来てるかなみたいな。だから「かげろう日記」とか「つれづれ草」とか、なんかそういうのももしかしたら出てくるかもしれないなみたいな。なるほど、うん、実写化する作品、なんか漫画とかアニメ小説じゃなくても、うん、古典から。そう古典から、そう古典から。これも鋭い、でも予想ですねこれは。でも個人的願望、私大好きなアニメーションがあって、飛び勇み、ハートを磨くっきゃない、飛び勇みが実写化したらまあ嬉しいなっていう。まあ実写化、でも飛び勇みの実写化、あの天狗とか出てくるし、あのなんかまあ面白いこうアクションとか
なるほど、実写化しても映えそうですね、うん、そう映えそう、映えると思うんだ。新選組もうちょっと混じって、はい、うん、まあ、ただもう一回飛び去りが見たいっていうだけなんで、まあ、実写化じゃなくてもいいんですけど、あと、まあ、ディズニー作品だと、あ、もう出てたけどヘラクレス実写化するらしいぞみたいな。おお、これ決まってるやつ。もう多分決まってて、ディズニーのね、あの美女と野獣もアラジンもライオンキングも、あとシンデレラかも実写化してましたけど、その流れで次ヘラクレス来るみたいな。そう、それすごい楽しみなんですよね、ヘラクレス、うん、曲がね大好きなんで。なるほど、そう、楽しみです。次の予想いきますか。あ、もう次の予想、はい、いいですか、うん、他にもありますか、実写化。なければいきますよ大丈夫です。じゃ次の予想いきます、はい。